だから石塚刑事という人物は、なぜうどん屋をやってるのか分かんないんだけど、やっぱりバルセロナというとこで、サッカーという空気の中で生きていたいんだろうといつも思うわけ。だから儲かってるか儲かってないか、幸せか不幸せか分かんないけど、会うと、のんべだけど、幸せそうだよ。いや、一昨年一緒に随分飲んだんだけどさ、2日間滞在のうちに、48時間のうちに8時間ぐらい2人で酒飲んでたからさ。ありがとうございます。やっぱり静かにそうなんですか？やっぱりバルセロナというサッカーの空気のある街で生活するのはやっぱりいいですか？やっぱり。まあでも絶対そうですよね。まあ、ストレスフリーの方が多いですね。やっぱり日本のストレスと比べると、やっぱり、じゃストレスがないで、嫌なものは嫌って言えるんで。じゃ普段はあんまり。はい。はい。リーさん今ちょっと伺ってたんですけど、やっぱりその、僕がちょっと感じたのは、ちょっと話ずれてるかもしれないんですけど、リーさんとサッカーやったときは、なんか練習時間よりも、やっぱりリーさんの話が多かったんですよ。話聞く方が。いろいろ、どうすんの、どうすんの、どうすんの、みたいな感じでやることで。で、今までのサッカーって、指導者とか、お、ボールリフティングしとけ。あ、壁パス、壁シュートしとけ、とか。じゃあ壁シュートのこれどっちにパス出したらいいのとかも教えてくれると、壁パスしてやってシュートしろとか。で、僕の息子もちょっとむちゃくちゃ上手じゃないんですけど、こっちのサッカーやって、僕初めてこっちの、スペインのサッカーの、まあ息子を一応送り迎えしなあかんで見てるんですけど、イライラしながら見てるんですけど、何してんねんと思いながら。けど、こっちの人も練習も、例えば、まず僕びっくりしたのが、練習するときに、まずウォーミングアップしないみたいな。あとリフティングっていうものはないんですよね。ないしないですよね。リフティングもないし、ウォーミングアップしない。はい、始まります。はい、はい。まあ多分、バルセロナやからちょっと都会なんで、グラウンドの使用時間もあると思う、あるんですけど、はい、始まりました。はい、バーってやって、はい、終わり。みたいな感じで、あと、その始まったと言えんやけど、ずーっと監督が話してるんですよ。逆でも子供風邪ひくぞみたいな、ずっと喋って練習が終わってるんですよ、みたいな。まあ、僕のイメージ。もっと、ね、日本やったら寒いから風邪ひかさんように、お、グランド走れ、あ、壁シュートしろ、その辺やっとけなんだって言って。だからこっちのやつはすっごい頭をずっと使っとるんでしょうね。もう教え、やっぱりスペインっていうのは、ちょっと、ほぼカットでお願いしますけど、やっぱスペインっていうのは、南米大陸を制したじゃないですか。だから、教えるのが上手なんですよね。しかし、こっちの犬歩いてる犬もすっごい利口なんですよ。なぜかスペイン人は、南米の人を制したように、何回も言うんですよ。日本人、僕やったら子供に、一回、これは右やって言ったら、左って言ったら、お前何回言うて右やろーっていうのが日本の教育じゃないですか。スペインの教育は、わからん人に対して、ねちねち、親切心で上から行きよるんですよ。これはな、左ちゃがって、右でな、なんとかでな、なんとかな、なって。もう一回やったら、日本人やってむっちゃ怒るじゃないですか。何聞いてんねん、ボケーって僕はそういうタイプなんですよ。でも、こっちというか、まあ、親切心なんかそういうスペインのそういう政治的な背景か、まあ、カルチャーかね。まあ、そうか、かっこつけの上辺だけのやつの意見が悪いですけど、こいつらはいちいちいちに、あのな、これはな、とか、もちろん道で倒れた人だから、あ、大丈夫、大丈夫言うけど、こいつら人を、仕事というか、ね、お金は完全裏切るくせに、上辺だけはちゃんと倒れた人やから、20人ぐらい集まってきて、大丈夫か、大丈夫か、みたいな、ことがあるんで、あれ、何の話でしたっけ？ ちょっと。いや、それは俺とどういう関係があるんだね。いや、リーさんも、やっぱりサッカーやったときに、やっぱりリーさんも、プレイするんじゃなくて、どうすんの？どうすんの？右出すの？左出すの？どうすんの？それどう思うの？で、どうやって進めていくの？っていうことを初めて言われて、だから、僕の親友の山田拓也。山田拓也がどんな感じですけど、やっぱりリーさんね、もう、練習から使えるけど、頭疲れるってこと。そういうのがリーさんのやつの言って、僕もそういうやっと、僕はちょっと疲れんと逆におもろいなと思って、ああ、なんか、なるそういほど。うことを言語化してくれた人がいなかったんで、よし、ああ、
ですよねみたいな感じが僕は多かったんですよ。リーサの前で、お前分かってんのかって言われるかもしれないですけど。いやいやいや。なんで右出すの、左出すのっていうの、でも、リーサも昔って感覚で多分やってたんですよ。リーサも若い頃もむちゃくちゃ感覚でやってた、やる、それを言語化してますもんね、今。うん、うん、うん。なんかそれが、すごいなぁと思いながら。やっぱ感覚でやってる人の言語化って、あんまり、リーさんも頑張って伝えてるけど、みんなにはうまく伝わらないですよね、とか思う。なんかその、こんだけ言ってんのに、誰も賛同してるやつも、何言ってんのって言う人もいるじゃないですか。うんうんうん。やっぱり難しいですよね、言葉って、なんか教え方っていうか。それはね、それは日本っていう国がね、スポーツってなんだろうっていうのがね、いい大学出たとか、名前が出た大学とか、立場の高い人たちが、スポーツっていうことに対する関心度がすごく低いんだよね。うんうん、だから日本っていうのは、総論としては、勝ったか負けたかだけが好きで。うん、だから、やっぱり文化的には、赤信号、みんなで渡れば怖くない的なところがあって、そのバルセロナのカタルーニャの人も、まあ逆に、まあいろいろなものを抱えてるんだけども、やっぱりスポーツの真髄は、スペインの人っていうかヨーロッパの人は知ってるじゃないですか。うん、まあ簡単に言うと上手い人がやるものだってのは分かってるわけじゃないですか。うん。下手な人はやらないじゃないですか。うん。日本は下手な人に希望を持ちなさいとか夢を持ちなさいって言うけど、うんうん、下手か上手いかっていうのがあって、サッカーってやっぱり上手い人たちがまず集まってやるから、おい、右に出してくれよとか、いや、左に出してくれよとか、もうちょっと後ろに出してくれよとか、そういうこだわりのある、言うならば数学的っていうよりも芸術的なところってあってさ、うん。数学だったら常に前に出さなきゃいけないとか、そうじゃなくてやっぱりたまには左にも出ちゃうけど、それをもう一回やり直してみようじゃねえかっていう。僕はだからサッカーっていうのは、上手い人がやる競技だなといつも思ってて、まあ、石塚啓司っていう選手は、少なくとも上手い選手なんですよ。うんうん、うん。それから、スケールの体の大きさ、うんうん、非常に懐の深い選手で、うんうん、もっと、きちっとしたトレーニングを15、6から受けてたら、うん、まあ、バルセロナでもできたでしょうね。スペインでできたよね、間違いなく。で、もう一つは、そういう中で日本にいるジレンマ、ストレスっていうものがあって、まあ、読売クラブとかヴェルディとか、ちょっと歪んだところもあったもんだから、評価の。いや、まあ、歪んだところ、なるほど。評価ね、石塚さんに対してね。うん、だから、そこがストレスになって、妙なプレーをしちゃって、怪我をするとか。うん、今思えば、もう一度人生やり直したら、うん、僕と15歳ぐらいからサッカーやったら、この人は多分ヨーロッパのどの国でも、スター選手になれたんじゃないかなと思う。うん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 。今日は気持ちよく飲めますね。ありがとうございます。じゃあ、静香さんお願い、続けましょう。はい。あ、じゃあ、こんなんでいいですか、ほんまに。うん、全然大丈夫です。あと、何を話したい、僕のスペインで感じた話をしましょうかね。うん、あ、聞きたいです。僕は、いや、スペインでも、まあ、サッカーに関しては、最近息子がサッカー始めたからサッカークラブ行って、サッカーの指導を見てるんですけど、そうじゃなくて、子供の育て方とか、うん、文化について、これは多分サッカーに強いなと思うのが僕なりの偏見であるんですけど。うん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 。どっから話すかな。まず、ちょっとすみません。言いたいこと順番ちゃうんですけど、うんうん、まずこっちは、なんていうんですか。ちょリーさんに怒られそうやけど、まあ、これは、あれなんですよ。結果が全てなんですよね。うん、うん、うん。やし、例えば僕とか、例えば、ベルディの時で、まあ、ブラジル人とサッカー終わった後、ミニゲームとかやる時にも、うん、うん。あと、こっちで、日本人とスペイン人でサッカーやっても、なんとなく俺らの方が上手いけど、結局、結果終わったら負けてるっていうのがあって、そしたら、ゴールの決め方。なんで、うんうん、なんか結局、ブラジル人と、ブラジルのスタッフと日本人がやっても、僕らの方が上手いのに、結局、結果やったら、負けてるんですよ。ラモスとかギャ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 言いながら。ラモスとかスタッフがブラジルのギャギャ言いながら、で、僕らも絶対若いのに上手いのに、結果は終わってる。結果が負けてる。で、なんでかなって思った時に僕はこっち住んで、こっちの人って、
結果が全てなんですよね。うん。まあ、それも、それちょっと今、ちょっとリーさんの話はちょっとね、置いときましょう。置いといて、うんうんうん、あの、これ、こっちは、例えば上手い子がいて、ゴールを決めました。うん、でもそいつは練習もこうへん、練習もサボってる、なんもせえへん。うん、で、日本やったらその子を怒るじゃないですか。うん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 、お前な、ゴール決めたけどな、お前普段何してんねん、うん、言うけど、こっちはもうアホみたいに、うん、ああ、素晴らしいって言うんですよ。うん、しかし、スペイン人は、うん、もう99人のアホを育てるよ、1人の天才を育てるんですよ。まあ、ブラジルもそうですよね。そうですね。まあ、あの、そんな感じで、そういうところやから、そか天才しか集まらないですよね。そういうところで。うんうんうん。なるほどね。あと、子供も絶対怒らない。うんうんうん、僕はこっちの教育の子供って、例えばレストラン行って、店で落書きしてるおったら、うんうん、あんたレストランが静かにしろ、なんとかしろ、なんとかしろ、子供なんかぐちゃぐちゃやったらなんとかしろって言うけど、こっちの人は全員子供に対して、うん、いや、子供やからねって、みんな笑顔なんです。うん、うん、うん。だから、99人のアホは生まれるけど、一人の、なんちゅうの、うん、例えば、絵描きなさいって言った時に、太陽を右、うん、右に描いて、なんか描いてて、日本の絵ってみんな一緒やけど、例えば真っ黒の絵描く人にとっても、うん、日本にとあんたの精神病、危ない危ない危ない、太陽は右やねんって、気はしたやねん、うんうん。こっちはそういうのはないですよね。いいんじゃない、うんうん、それはいいんじゃない、うん、っていうのがあるから、うんうん、まあ、社会的だけど、でもそれはサッカーにも通じてて、とは僕は思うんですよ、うん。天才生まれる。その、子供、さっきの言ってたサッカーと、走れ、じゃなくて考える感じじゃない、うん、その、うんうん、そういうのを制限させないのが、うん、すごい、サッカー的に考えたらいいと思いますけど、僕、うどん屋的には、あの、スペイン人の従業員、ちょっとむっちゃ怒ります。お前何してんだよ。でも、まあ、当たり前のことはできるんですけど、うんうん、まあ、で、僕は当たり前のことしか求めてないんで、当たり前のことはやってくれやけど、もっと創造性持ってって言ったら、あいつら、例えばうどんを、なんていうの、わけのわからん、芸術的なことやって、高い値段で売ることはできますけど、うんうん、僕はそこは求めてないんですけど、うん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 、だからそういう想像面はすごく、この人らは。だからイマジネーションがあるんで、サッカーも、その、相手が守ってるときに、じゃあどうするっていうときはイマジネーションいっぱいありますね。日本なんて、右に太陽やろ、下に木やろ、土描くんやろ、みたいな。絵描いて、絵描いてる、あんな絵描いてたらサッカーできないでしょ。うんうんうん、とは僕は。だから70点の選手が多いですよね、日本の場合はね。そうですね。そのだから、まあ、ブラジルとか120点とかおるじゃないですか。50点もいっぱいいるけど。まあ、突き抜けてる。そうですよね。突き抜けてるんですね。やっぱり、でもそれは日本の先進国なんで、それを許したらダメでしょ。親も子供っていう。だから、そこの僕事例もあるんですけどね。その、うん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 。まあ、ブラジルと、まあ、ブラジルなんて、ブラジルとかスペインとか、まあ、言えば社会的にはそんなに、サッカー作れたら、サッカー潰れても知らんやんけど、日本はサッカー潰れてもある程度語学はやりますよ、算数はできましょうってやるじゃないですか。うん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 、こっちはもう使い捨てるじゃないですか。うん、それサッカーできなかったら知るかみたいな。サッカーだけ集中しろ。勉強なんかすんな。日本はそういうわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、やし、その差は一生変わらないじゃないですかと僕は思うんですけど。こっちはもう、だからある意味こっちの方が白状ですよね。社会的に。うん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 、うん、勉強すんな、あんな、なんすんな、なんもすんな、うん、サッカーだけやっとけ。お前、あかんかったらあかん。お前、もう、どっか行け。次や、うんうんうん。日本はそういう、日本はある程度やっぱり先進国なんで、それはあかんよね。うん、勉強しましょう。なんとかしましょう。うんうんうん。まあ、平均的にね、丸っこくなりますよ、みんなね、やっぱりね。そこを戦いましょうって言った時、絶対勝てないでしょ。うんうんうん。けど、でも、その人の人生、を比べましょうって僕らの方が絶対勝つじゃないですか。うん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 、この人ら60歳は時は、こっちも裕福で、孫もいて、あったかい部屋に住んでるけど、うん、こっちの人は、そういうことはできないですよね。うんうん、そこを短期間で勝負するときは無理じゃないですかね、と僕は思います。石塚さんも、やっぱり京都生まれ僕らの地元ですけども、はい、やっぱり、窮屈な面ってずっとありました、やっぱり。僕、普通の中流家庭に育った普通の人なんで、なんもないです。しかも、長男でもない、次男なんで。
全く、うんうんうん、それから何もプレなんか何もプレッシャーない中でやらせていただきました僕は。生活を人生を。それでベルディ行ったわけじゃないですかね。ベルディもたまたま行けただけであって、うん、あのその僕高2ぐらいかな、尾身さんっていう方に、はいはいはい、はい、僕日本代表も何も入ったことないのにたまたま呼び止められて、うん、呼ばれただけであって、うん、私高校卒業するときはあのベルディかなたなんか確かじゃなくて同志社大学かどっちか2つしかないって2択で選ばれました。マジで他のチーム来なかった、はい、でも選手権とか出たし僕試合見ましたよテレビで、はい、静香さんの試合とか、やっぱりスケール大きかったじゃないですか、やっぱり全然違う考え方違うなと思ったんですけど、僕いやどこも来なかったですよ、すいません僕来なかった来なかったです、それやっぱり僕の耳に届いてないかわからないですけど誰も来ないですよ、うんうん、なんでやっぱりベルディとあの時はやっぱりねすごくかっこいいとこやったんで、うん、もちろんそこの一択で行きましたけど、うんうんうん、僕も最近あの高橋ニコ選手ってブラジルアルゼンチンとハーフのやつをってバルサの今フベニューかな18歳でおるのやつなんですけど、うんうんうん、まあまあ大体バルサ、まあ、久保君にしろ、うん、こっちの先進国サッカー先進国は15、6のやつで、まあ、バルセロナに関してはマシアっていうところに寮に入れさせる、マシア、そうですね、うんうん、あの学校はこの辺のスペインの学校この辺のバルセロナの学校を生かして午前中で全部終わって午後からはマシアでちょっと勉強して飯食って練習までちょっとやっていってそういう環境があるんですね。まあ国策ですよねこうなると。で韓国って僕ちょっと昔思ってたんですけど、韓国昔僕と同い年ぐらいで韓国の同い年の年代のやつがフランスかどっかに1年ぐらい留学させるというか国策でやってたみたいな感じなんですよ。韓国の方がやっぱり僕はすごいなと思ってて、国策でやらな、うんうん、日本もこんだけサッカー好きやったらって、まあ、それは絶対無理と思うんですけど、国策で例えば、うん、の中学校行かんでいいよ、半分しか。半分そこのクラブが、うんうんうん、あの先生呼んでやったらいいみたいなシステムを作れば、もっと行きますよね、と思うんですけど、うんうんうんまあ、そんなの絶対無理ですね、これもう政府とか動かすのは無理だし。そういう国と戦ってるイコール、勝てるわけないじゃないですかって思わないですか。だから今、特に日本なんか、石塚さんとかはまだ高卒でプロになるっていう、はい、まあ、J リーグの夢があったじゃないですか。はい、今は本当、だけど大学行って、三笘選手もそうですよね。伊東純也選手も。大学行ってプロっていう、そのなんかもう本当に一番大事な時期を、大学でサッカーやらなきゃいけないっていうことに、まあね、逆の流れですもんね、やっぱりね。だって、バルサとか、中学生ぐらいからお金もらえますからね。僕、それびっくりしましたよ。バルサの中学生のやつで、月、まあ、5万か6万もらって、高校生になったら、50万くらいもらうやつもいますよ。おー、やっぱりそうですね。だから、うんうんうん、そうなると、まあ、ブラジルもやっぱりそうじゃないですか。うん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 、子供のために全部親を仕事辞めて、送り迎えでずっとバスでずっと動く。まあだから、それもまたね、社会的な問題で、サントスの子からみんな入ると、みんな親が仕事辞めちゃって、みたいな。まあそうですね。それが問題やって、僕はサントスのやつから言われましたけどね、やっぱりね。まあそれがいいか悪いか、置いといてですけどね。そうそうそう。そういうやつの一発勝負やった時に、そいつらの親の重みとかあるじゃないですか、人生かけた。あと1ミリのところで、まあでもそんなん言ったら三笘選手のあの1ミリなんで。三笘くんはね、そうそう。思うけど、でも、うんうん、それ他の1ミリは絶対あいつら勝てないから、うん、僕はちょっと思ったのは、サッカー日本向いてないんじゃないですかと思うんですけど、ね、日本の社会というものがね、社会がもっと日本が破綻しな、後進国ならな、無理なんで。ゲージ、俺はね、ちょっと割に入りますけど、はいはいうん、僕は1974年にね、はい、読売クラブと契約して5万円もらいましたよ。いや、そうです、その。ね17歳の、ね、と松木も同じ金額だからムカついたけど、まあまあちょっとそれは置いといても、まあ置いときましょうね。僕が5万円もらった、4万5000円だったかな、試合に勝つと1万円だったんだけど、その後、読売クラブでもらったやつはいないわけですよ、高校時代に。あ、そうなんですか、日本リーグ2分ないと思う。まだ2分です、ね。たぶんいないと思う。うん、で戸塚哲也がちょっともらったかどうかってことぐらいで。戸塚さん、菊原史郎さんとかっていうのが、
はでももらってないんですか、それはね、やっぱりね。ちょっとわかんないけど、だって今なんかもうプロなんだから、明確にね。だ高校生に、その、50万あげても100万あげても、予算化すればどうこうないじゃないですか。だから、その、やりようというか、考えようがあって、僕は何度もいつもいろんなこと言うんだけど、日本に生まれてよかったことってさ、おしんこも美味しい、日本酒も美味しいし、で、日本にいるとワインも飲めるし、チーズも食べれる。つまり、口から下は外国人になるんだけど、この口から上が、なんか日本人の悪い体質が残っちゃう。だから頭の中も半分が日本人で半分が外国人。使い方を分けれるようになればいいと思ってんのね。だから、バルセロナ行けば僕らはエチケットとマナーでやればいいし、日本に戻れば礼儀に終わればいいという。そういうことができる選手、人間に僕らは作り上げていくべきなんじゃないかな。もしくは導いていくことなんじゃないかなと思うんだけどね。だから日本の島国で村社会で、もちろんそれで生きていくのもいいだろうけど、サッカーっていう競技はやっぱり外国と戦うわけだから、外国行ったらやっぱりエチケットとマナーで、チームの中に戻ったら礼儀でやると。つまりそういう使い分けができる。ことが、その、まあ、さっき韓国の話出たけど、韓国の選手はややそれができる方向にあるだろうと。なるほどね。石塚も知ってるだろうけど、あの、韓国のキムヒョンソとかキム・トウグンなんてさ、後輩が先輩機嫌の待ってんだよ。プロですよ、プロ。洋服持ってんですよ。どうぞってやって。で、練習終わっても、脱いだものを、そこにポンと置けばいいんだけど、後輩が取るんですよ。うん、いや、なんでこんなことやってんのかって僕はびっくりしたけど、変じゃないですか。でも彼らは韓国の伝統をヴェルディでやってるわけですよ。じゃあね、ソン・フンミンがトッテナムでそんなことやってると思います、やってないですよ、まあ、洋服脱いでパーンってやるわけですよね、ちゃんとやれる、でも後輩たちが来たらソン・フンミンさんどうぞってやるわけですよ、そしたらイギリス人びっくりするよね、なんだお前たちの国はって。確かに。だから、そういうものなんじゃないかなと思うね。使い分けのできる。で、とにかく石塚君なんかが、その、日本から出て、スペインのバルセロナというまた独特な街でね、日本を眺めたり、ヨーロッパを眺めたり、大変なこともわかるけど、とても気持ちが豊かなんだろうなと思う。最初に言ったように、こう、ストレスがあまりないというか。僕はね、サッカー選手じゃないんで、まあ、はっきり言って、まあ、今回のやつは、一言ですよ、僕も。僕はサッカーの、サッカー関係者なら、一言にはできないじゃないですか。僕、自分が子供を教えてたら、僕のせいでこうなってるやから、僕、今、サッカーも何にも関わってないんで、もうただの一言ですよ。なんで、好き勝手言わせていただきましたよ。だから、人事なんですよ。でも、人事の人の方が、客観的によく眺めれるんですよ。まあ、そうですね。言いたいこと言いますもんね。いや、もっと直接的な人が正しく喋りゃいいんだけど、日本っていうのは正しく喋んない人のが多いじゃない。まあ、海外ももちろんインタビューでは正しくは喋らないんだけど、うまく語るんだけど、だからまあ、どちらにしてもこのワールドカップを通して、またみんなが新しい考えが生み出たり、当たり前のことを語ったり、またリーチャンネルこんなことやってるから、石塚くんゲストになって呼んでみたり、やっぱりこれ全部サッカーだから。そうですね。共通言語、リーさんがいつもおっしゃってる共通言語がサッカーですもんね。そう。そうですね。で、気持ちいいじゃない、こういう話。まるで手の届くとこに静香くんがいるみたいな もんじゃないですか。お待ちしてます。あまり人ごと人ごととおっしゃらずにね。やっぱりこうサッカーの自分の意見を持つってことは僕はものすごい重要なことだと思う、ね。だからワールドカップっていうね、共通の題材でこうやって喋れるの面白いですよね。みんな年もね、環境も違ってて、まあ僕なんかそうこそサッカーだけ書いてるわけじゃないから、逆に僕もまあね、一言ですよね。でも逆に好きなこと思うってことはあるし、やっぱり。で、二人に聞くと面白いしね、またなるほどなと。モドリッチそんな風に見てるのかと僕はちょっと、石川さんがそう見てるのかってのはちょっと意外でした。
面白かった。すごい今回残念でした。今回残念でした。モドリッチ残念っていうのは多分ね、今石塚さんぐらいがいないかも、そんないないからなんですよ。いや、指揮者、指揮者、あいつはすごいできる指揮者なんですよ。ね、だから、ね、そうなんですよ。そのレベルで、スペインで見てるレベルと多分違うってことですもんね。だから本当面白いなと思いますよね。だリさん、ちょっとまた今度は、次バラサダでやるんですかね。それかまた石塚さんを挟んでやりますかね。あね、いやいや、だから、今度、あの、ブラジルの帰りにバルセロナ集合っていうのもあるかもしれないね。みんなで。ブラジル行くんすか？行こうかなって今計画があってさ。わあ、めちゃくちゃいいじゃないですよ。うん、まあ、うん、僕は2月行くんですけど、あの、リさん1月行くとか言ってるから。1月の15日ぐらいからちょっと行ってこようかって今日誘いがあってさ。ちょうどカーニバルじゃないですか、多分。だ2月までに、2月に行くとかじゃないかな。あの2月21日からなんですよ。僕もその前に帰ってくるんですよ。19日に帰ってくると思って。あ、そうです、うん。で、1月にさ、あの、ブラジルの中で、あの、20歳以下の人たちの試合がいろいろあるっていうことで、うん、どんな選手がいるのかなっていう。ああ、コパサンパウロですよね。うん。で、それを、あ、昔からある。コパサンパウロもそうだし、あの、リオにも行くし、うん、とにかく人材がいっぱいいるわけですよ。うん。うん、で、それをちょっと見抜いていったり、なんか、どんな感情な、感覚なのかなと思って、うん、ちょっと探検しに行くっていうか、ジャングルに行くみたいなもんだからさ、ブラジルっていうのは、俺からすると。まあ、そうですね。まあ、ね、新種を探し当ててますよね。そうそう。まあ、はい、あの帰りに、さっき、もう終わりかけの会話で申し訳ないですけど、さっき言ってたように、リーさんが、その、いろんなお酒飲める文化もあるけど、やっぱ、スペインもブラジルも、サッカーしかないんですよね。そういう、うん、日本って野球もあって、ラグビーもあるから、それがちょっとまた難しいとこっすよね。いろんな、うん、もあるか例えば、日本でフランス料理も食えるし、イタリア料理も食えるけど、こっちだともサッカーとスペイン料理しか食えませんみたいな状況の人だと、うん、そんな日本やったら別に日曜日なんてサッカーの試合か、日曜日全部レストランも全部閉まってるんで、そうそうですよね、もうサッカーかバルしかないみたいな。よって日本やったら日曜日、うん、逆に忙しいじゃないですか。日曜日イベントあったり、うんうんうん、ショッピング行ったりとか、うんうんうん。こういう人と戦うのは、僕は体感としては、うん、この人らだってサッカーしかないやもん。いう人、うん、日本なんてもう豊かやからいろんなもんあるじゃないですか。うん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 、テレビも面白いし。うん、でもこっちって何も思わなくて、もう、バルセロナ、海、サッカー、何飯しかないみたいな。三択みたいな感じなんで。うん、日本はね、20択ぐらいあるじゃないですか。ね。ほんとそう思いますよ。その辺が、最後のところのピースでは、なんで、こんな締め方で申し訳ないですけど、サッカー向いてないんじゃないですか、サッカー、日本は。でも逆に、でも逆にそこまで議論になるぐらい、日本のサッカーのレベル上がってきたのは事実だと思うんですよね。あ、まあ、で、で、何が足りひんかって話じゃないですか。そこで石塚さんが感じるところとか、リーさんが言ってるところも多分あると思うし、ね、これが5年前、10年前、多分この議論にならなかったと思うし、今回ワールドカップ突きつけられましたよね。足りないところね。それをどうするかですよね。うん、本当に。すいません。終わりさん。すいませんでした。すいません。なんか、あっという間に終わっちゃうんだね。終わりなのもう。はい。もう、ぼちぼち。はいはい。はい。僕は、あと5時間ぐらい行きますけど。まあまあ別に。皆さんに。皆さんに。別に僕は、僕は別に。ちょっと、はい。酒なくなってきたんで、また入れるぐらいかな。はい、僕も補充だけあれ。いや、もう、いや、あまり僕、良くないとこばっかりであるんで、この後は。はい。とりあえず、ワールドカップまだ、あなたは関心あるのどこ勝つかとか。いやー、僕は、やっぱり、メッシとクリスティアーノ・ロナウドとかに、卒業の証書をあげたかったんで、一人だけで、メッシに勝った。なるほどね。あんだけやったんだから、だってまだマラドーナに勝てないんですよ、あいつ。うん、メッシなんて、ほぼバルセロナの人やから、例えば、ボカのリケルメの方が、アルゼンチンなんにとっては、リケルメの方がもちろん大騒がで、メッシももちろんうまいの分かるけど、アルゼンチン国内であいつ行ったところで、なんこいつみたいな感じ。なんで、メッシさんにあんだけうまい人なんやから、そろそろマラドーナとリケルメぐらいの権利あげてくださいみたいな、とは僕は思ってます。でもクリスチアーノも一緒やった。でも、ね、ネイマールも結局キングにならへんかったじゃないですか。これ終わりでしょ、多分ね、ワールドカップね。いやー、そうですね。ちょっと太りすぎですね、あいつ。
まあでも、ちょっとネイマールに頼りすぎましたよね。やっぱり、ね、ブラジルは。エンリケはどうなんだね、エンリケは。ルイス・エンリケ。スペインの監督は。あ、だって次もう監督決まりましたよね。アンダー21か、アンダー21じゃない、ユースの監督がもうすぐ決まりましたよね。けどまだあの路線で行くんでしょうね。あのゼロトップしたのは何ですか、リーさん。あ、結局、モラータしかフォワードを入れなかったんですよね。今回メンバーに。まあ、ゼロトップ。でも、ワールドカップだとビジャーみたいなスーパーのやつおったし、例えばバルサの選手だけど、レバンドスキーとか、フォワードとか、ちゃんとしたやついたじゃないですか。いなかったんでしょうね。まあでも、スワレスとかも含めてね、バルセロナだと結局そうじゃないですか。エトーもそうだし、結局いますもんね、絶対ね。あんなサッカーやってるけど、一人なんか核がいたじゃないですか。絶対ね。今回核なしでやってて、お前、それ、無理やろみたいなことは、まあ、スペインで言われてますよ。なんでフォワード、お前、モラタシが連れていかへんかったみたいな。もっと、でもダークで、イケイケのやつもいたんですけどね。ああ、そうか、そうか、そうか。モラタシがいないんですよ。その、一枚しかいいの、どうすんのみたいな。で、バルサみたいなサッカーやってて、バルサはメッシもいたし、スワレスもいたし、レバンドスキーも今いるし、みたいな。同じサッカーしてどうやって勝つのみたいな感じは、なんか今スペインではそういうこと騒がれてます。で、まだ同じ。カタルーニャに沿って、ワールドカップどうでもいいんじゃない？自分たちの文化、自分たちのサッカー。これが、まず基本軸であって、ちょっとたまには旅してらっしゃいって言ったら、よく戻ってきたねって感じじゃないの。でも、とはいえ、負けるのはやっぱり悔しいでしょ、奴らもやっぱり。いや、ざまあ見とる。そうでもない。ほんとそうなんですか。だから、逆にバルサがスペイン代表に選手貸してあげているって感じなんですよね。まあ、バルセロナ国内で話で言うと。まあまあ、そうですよね。貸してあげてんねん、みたいな。感じだ。上から見るやつ、上から見るのは外国人得意なんで。上から見とるんですよ。貸してあげてね、よく私らの選手使っての優勝できない、ダサいな、スペインって。やっぱりスペインって言ったよねっていう話なんですね。まあね、そんな、そう。この国ちょっと良くないですけど、一つじゃないですからね、多分。まあ、やっぱり、文化違いますもん、全然ね、マドリードとやっぱりね、とか、あるいは、上の方のね、ガリシアとか、ガリシアとか全然違いますよね。ガリシアもバスクも、やっぱり。ね。そうそうそう。言えば、韓国と北朝鮮と日本が一緒に、日本、アジア代表になっているようなもんなんで。だから、なんか逆に。それは分かりやすい。それは分かりやすい。絶対まとまんないと思う。そうそう、まとまらないですよ。やっぱり違うんでね。違う。全然メンタリティも違いますもんね。やっぱりみんなね。それぞれ全然違うし、だから。それで、それでみんな一緒の税金使ってるじゃないですか。それからカタルーニャも怒るじゃないですか。まあ、北朝鮮お前全然儲かってないくせに、なんで俺日本人をむっちゃもう税金払ってないのにおかしやんけってことが、日々のこういうやつがむっちゃ怒っとるんですよ、カタルーニャ。だってカタルーニャバルセロナなんて観光客忍んでいるんで、で、わけのわからんスペインなんてもう外国人一人も来んような田舎者と税金一緒なんですよ。俺ら国支えてんのこっちやろ、バーガーみたいな感じで、ちょっと怒ってるんで。そうだよね、バルセロナって外国人がいっぱいいる街だもんね。まあそうですね。まあ、やっぱりインターナショナルシティですか、本当のね、あそこはね。やっぱりお金も、お金も儲かってるんで、税金もいっぱい取るんで。まあ、税金たくさん取られてる石塚君の嘆きのように聞こえますけど。